池内博子は、元、KRY 山口放送の、専属パーソナリティで、元社員アナウンサー。福岡県北九州市もおじく出身。アナウンサーは、子供の頃からの夢で、アナウンサーでは、下重明子、宇田川清恵に憧れていたという。バイコー女学院大学を卒業後、1973年、入社。 入社以後は主にラジオを中心に活躍し、ラジオ番組のパートナーは、和尚や、日本語を話す、ドイツ人、団塊の世代のフォークシンガー、など、個性豊かなキャラクターが多い。2006年に、井上幸彦が定年を目前にして休止した後は、暗い最年長アナウンサーとなり、アナウンス室のお母さん的存在として、勝正夫長を支え、女性メンバーを引っ張った。 旅好きであり、暗いは番組連動の企画として、よくアナウンサーと行く海外の旅を行っているが、そのホスト役もなき井上から引き継いだ。晩年担当した、旅旅グルメ、耳がジャンボも、それに絡んだものである。しかし、2010年4月で定年となったため、同年3月で、すべての担当から外れたものの、長きにわたる貢献が評価され、 定年退職後は専属パーソナリティとして、引き続きラジオに出演することになり、2011年より、おはようくらいの水曜、木曜の担当となり、2015年3月で、降板、2015年4月より、同番組の戦後70周年企画に、月1回のコーナー出演をしている。パーソナリティを務めていた。 土曜いい朝おはよう、ワイドの1996年3月2日、放送文が第33回ギャラクシー賞ラジオ部門選賞受賞。夫を1998年に亡くしたことをブログで明らかにしている。メインで出演した番組のみを記載、別冊ラジオパラダイス、DJ メーカより、ありがとうございます。